入院患者数は1月初めのピーク時の2分の1以下、70% 以上あった病床使用率も 30% 台に改善をしいたしましたので、この愛知県医療逼迫防止緊急アピールは2月19日までといたします。大村知事は午後の会見で、今月19日までとなっていた医療逼迫防止緊急アピールを予定通り期限内で解除し、20日からは厳重警戒での感染防止対策を求める考えを示しました。厳重警戒の対策では、これまで会食の際に求められていた1つのテーブルで4人までを目安とする人数の制限を撤廃します。また、マスクの着用について、卒業式では児童・生徒や教職員は外すことを基本として対応するよう求めるほか、来月の13日からは国の方針に基づいて屋内外問わず個人の判断とするとしています。